はい、どうもゴリラスタジオです。前回のお話はこのね、折り紙殺人の被害者の家に行きました。そしたらね、この女性母親が自殺してたんですよね、自殺未遂で。まあ、詳しく話聞いてみると、父親が失踪したと、被害者ので、この携帯だけ残して見慣れない携帯があったとね。これイーサも今持ってますよね。だからこの携帯で何かさせられてたんじゃないかと思います。スタート。水曜日11時3分。ほら、多分やっぱさっきよりさ水量上がってる気すんねんな。もう5センチ近く。俺何やらされんの。なんかどっかのガレージ行けって言われてたよ、確か。ここか、そのガレージ。何されんの。シティガレージ、何すんのかな。さて、ショーン。のことが頭から離れない。ショーンはくたびれてた。だが少なくとも生きてる。救うためなら何でもする。折り紙に入ってた駐車場のチケットはこの倉庫のものだ。一体ここに何がある。喋らんの。すみません。ゴムシ。あの、おい、もう見てこい。なあ、悪いな。見えなかった。なあ、何か妖怪。目悪いこの人。目おかしいけど。取りに来た。車を。あ、ああ。そういうことね。犯人が車用意してるってことね。あんた、あの前にここに来たのか。覚えてない。もう2年もここに置きっぱなしじゃないか。何？お客さんに言われた通り、ちゃんと月に一度は走らせてタイヤとバッテリーをチェックしといたよ。2年前だと。地下3階だ。どうも。エレベーターはガレージの月。じゃあいいドライブを。何？ありがとうね。車は2年もここに。一体どういうことだ。どういうことや。これなんか愛のために命を懸ける覚悟はあるかみたいな言われてたやん、多分。で、なんか怖っ。なんか犯人はなんかちっちゃい時愛されてなかったやつが犯人やと思う。親に虐待とかされて、だから愛とは何かを確かめてるっていうオチ、ゴリラさんは予想します。何台もある。どの車が目的の車だ。そんな、どれや、あいつか。そんな苦しそうな声で言うこと、ま、なんかなんなんやろうな。何させられるんやろ。これか。あ、もう一個。え、めっちゃいい車じゃね。スポーツカーやん。スポーツカーこれ。普通のセダンタイプか。これ何すんの。電話かかってくるんかな。なんかある。なんか探さなあかんな。ここか、引き出しか。ここやろ絶対。ちょっと開かない。なんかあるでしょう、そこに。なんもない。え、運転席の横これ。なんかある。あったー。何、携帯。あ、カナビ。カーナビですかこれ。カーナビに次の目的地があるってことか。目的地はここから4キロです。駐車場を出て最初の角を右方向です。カーナビこれ。カーナビかこれ。カーナビやな。なんか変なカーナビ。そうか、これだって10年前のゲームやからな。ちょっと古いんやろカーナビも。なんか変やった。いやいや、運転危なっ。え、いやいや、運転あら、え、え、あらこいつ。え、ちょっと事故りそう、事故りそう。え、めっちゃ運転荒いやん。こいつ、こいつ、このさん、名前何やったっけ。ちょっと名前覚えられへん。
登場人物ですね。ジェイデンやったっけ。じゃジェイデンは FBI やねんな。うわなんかすげえとこ連れてこられたぞ。E さんやったっけ。目的地に到着しました。愛する息子さんのためにニュースを示す覚悟はできましたか。ほらなんかやらされてる。何高速に乗って動きを逆走してください。うわマジ。え？やれる。息子のためなら逆走？高速逆走5分って。死にたくない。まだこんな風には。いややるしかないやろ。俺やるで。希望。成功すれば折り紙殺人鬼から次のメッセージが来る。唯一の手がかりだ。後戻りはできない。やるしかねえ。選択はやるしかないんだ。これミスったら死ぬ？5キロ高速を逆走だと。俺は息子のために命を懸けられるのか。やるしかねえんだよ。やるんだ。受け入れる。ショーンのために選択の余地はない。死ぬ。死んだりすんのかなこれ。選択ミス、操作ミスから。うわマジか。面白くなってきたね話が。やってやるぜわしが。やばいぞこれ。ビビビビビビ。あ、待って、めっちゃむずい、めっちゃむずい、ビリギ、むずすぎる。これ5分続けんの？死んじゃう。右、やだ。やばい。やだ。やだ。あ、何？これ何したいかわからないって今の。オーケー、4キロ。うるら、しよう。バカ、お前がどけ。おばあちゃん、おばあちゃん、右、R2、右、右、あ、うー、待って、待って、あ、左、やばい、右、やばすぎる。絶対一人も殺さへん。ちゃう。右、右、L2、押したで、俺。右。迷ったら全部右。うわ右。うわ左。オッケー。どうすんのこれ。道を開けろ。開けてくれ。お願いだ。右。あ、間違えた。お、行けた。警察おった。あと1キロ。で警察も逆走すんの？みんな死ぬよ。くそくそくそ。いや右。やめて。だ絶対死にんでるってこれ。誰も死なせたくない。あるに。死ぬなよ。死ぬな。オッケー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 。死んでほしくない。ぜ。いや。ぶんぶん。ああ大丈夫か。くそくそ。左。うらっ。やっちゃった。あ、L2。ちょっとこれで殺人犯とかなりたく。いけや。できたん俺。え、死んだ。目的地に到着しました。画面を押してください。画面。ちょっとどうやって出んの。L1。 あ、もう全部反対になったから見にくい。グローブボックスの中にあります。キーは GPS の中で、商品はグローブボックスの中にあります。キーは GPS の中で、商品はグローブボックスの中にあります。グローブボックスって何ですか。出てきた。オッケーオッケー、出てきた出てきた。早く出な、死んじゃうで。グローブボックスどこや。R1。 あーもうこれ赤、頭反対になってるこれ今。あー間違えた。ちょっとなんて。あ、やばいやばい、火回ってきてる。やばいって、頼む。なんか出た。これ商品か。出れるこれ。死ぬんじゃね。
いやこれ何罰か、ちょっと見にくすぎる。あ、バカするも左。オッケー、オッケー、早く出ろ、早く出ろ。オッケー、バカする、やばい。オッケー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 。あー、もうエグチンコスープ、パチンコって言っちゃった、やばい。なんか動画か、何や。ええ、さっきの動画、いや水増えてる、もうやばいって。いや2年も放置されとったのにさ、どうやってこいつ GPS 入れたん。何、うわ、なんか暗号か、文字が出た。いやーもう遊ばれてる、ちょ、ふざけんなよ。絶対俺はショーンを助ける、こんなやつ許さんぞ、ふざけやがって。いやーこれさ、ミスって死ぬ人おるんかな。てか俺誰も殺さず行けたん奇跡やと思うねんけど。水曜日3時15分、5センチ95、やっぱり降水量ですね、雨。これは、お、バイク、モーテルやな、一回止まってた。で、お、美女ですね、あやつんの。しゃ、あれシャワー室で襲われた美女、かわいい。ピュー、この人マジ綺麗よな。チョッキ、大チョッキで、モーテルは息子さらわれた主人公が泊まってた場所ですね。いやー高速道路の逆走は超危なかったですね。誰も殺さずにうまいこといけてよかったです。しかも無事自分も生き残れてね。あれ死ぬ人もいるんじゃないでしょうかね。こんな感じでどんどん試練とか与えられていくんじゃないでしょうかね。もう次はどんな試練が待ち構えてるんでしょうか。怖すぎるよ。